ブ様アクションだ。今日せーのイブ様。最後我らが委員長、今日もやっぱりパーフェクト君が。皆さんこんばんは。こんばんは。ロイヤルリッチ学園の氷室イブです。今日も皆さんよろしく。イエーイ。私の力見せてあげる。エレガントガール。ねえ知ってるの、ねえ知ってるの、美しすぎるこの悩み。ねえ欲しいならねえあげるけど、美しい人が持たなきゃ輝かないよ。泣いたりしないわ人前でなんて、そんな風にできたの。美しいことが罪だと言うなら、どんな罰でも受けるけど、エレガントには女性の心に翼があるのを覚えてて、ロイヤルだけどとても傷つきやすい。そう背景がそうかすむのは、美しすぎるこの青年。そう美人にはそう美人にしかわからない答えがあるというものよ。不自然な顔で笑ったりしないわ、からでしょそれが私。シャワーを浴びながら鼻歌歌うわ、この美学を見せてあげた。エレガントにも夜空の星たちも間をすり抜けながら、ロイヤルな気分たちの間をすり抜けながら、ロイヤルな気分誰かに出会えそうな気持ちだ。ああ温めてて、初披露エレガントガールを聴いていただきました。皆さん楽しんでいただけましたか。ありがとうございました。会場をたたえるイブ様コール聞こえるかしら。二神ミミさん、とっても大きな声が聞こえますね。はい、でも私も委員長として負けていられません。ここでモテレッジをやりたいと思います。お手並み拝見楽しみにしてるわ。はい、行くわよ。